極めろ仮想ゲームクラブ外伝。ようこそ仮想ゲームクラブへ。羊のルートです。来ちゃうんですよね、なんか思わず来ちゃうんですよ。バトルフィールド4は本当お疲れ様でした。華麗なプレイヤー、見苦しいプレイヤー汚ねえ手口とかね今回からですね、また新しいゲームに挑戦していただこうと。やりますよ、もう。はい、当クラブはプレイヤーの実力を最大限に引き出す宇宙最強のゲーミングパソコン、エイリアンウェアでゲームをしていただく場所。そして今回板倉様が挑戦するゲームは大人気 RPG ドラゴンクエスト10。ドラゴンクエスト10スペシャルアドバイザーをお呼びしております。お願いします。よろしくお願いします。初めまして、ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤です。よろしくお願いします。早速なんですけど、ドラゴンクエスト10のプロモーション VTR をまず見ていただいて、はい、ようやくウィードーズ版が登場したということで、まあ、もちろんドラゴンクエストシリーズはそのいろんな要素で構成されてますけど、やっぱりストーリーがやっぱり売りだったりするので、こういった、まあ、明らかに悪そうな敵を倒したりだとか、いろんなそのイベントをクリアしていって物語を進めていくっていうのはやっぱり魅力ですね。あ、でもちょっと今回あれですね、敵のボスかっこいいですね。そうなんですよ。今回に関してはオンラインで、はい、もちろんこのゲームの世界に入っていただいて遊んでいく過程でいろんな要素がまた追加されるので、あ、そういう意味では開発側もまだ完成ではないんですよ。あ、これで一例に過ぎないですね。そうなんですよ。では早速ですね、はい、まずキャラクターを作ってみましょうか、はい、せっかくなんで、あの、このスライムのデザインがついている本当だコントローラーを使って遊んでいただきましょうか。はい、すごい、後藤って書いてありますねこれどうですか。もう早速決定を押していく。まずあれですね、あの、これで人間の種族からスタートするんですけど、はい、でまずはあの、じゃあやっぱこれかな、ま、そうですね。ここでは性別の他に髪型、顔、肌の色など9項目で自分のキャラメイクができるのです。悩みに悩んでなんとかキャラが完成。これよろしいですかって言われてちょっと本日はここまでになります。結構あれね、バスなんていくのねインテル入ってる次世代ゲーミングパソコン、ゲームが圧倒的に綺麗で速い、エイリアンウェア極めろ仮想ゲームクラブ外伝。ようこそ仮想ゲームクラブへ。羊のルートです。前回、はい、キャラクターを作成しましたが、はい、本日はですね、うん、もう一人このゲームクラブに入会した会員の方がいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。ヤカさんじゃないですか。はい、よろしくお願いいたします。ヤカさんゲームね大好きでございますよ。そうですよね。もうどっちが仕事かようわからんぐらいなんですよほぼ毎日のように遊んでおりますので。当クラブはプレイヤーの実力を最大限に引き出す宇宙最強のゲーミングパソコン、エイリアンウェアでゲームをしていただく場所。そして今回板倉様が挑戦するゲームは大人気 RPG ドラゴンクエスト10。竹若さんのアドバイスをいただきながら、はい、まずオフラインの世界を冒険してみましょうか、うん、はい、まあね、早速村の外に出て。そりゃそうですよ ね、 ね、じゃあ行っちゃいますか、はい、行ってみよう、ね、はい。あー、何これ、 Windows 版はやっぱ綺麗です ね、 ですね。エイリアンも、うん、あ、スライムいますよ。やっぱ順番としてはね、まずはスライムじゃないですかね。うわっ、いましたね。どうすればいい、どうすればいいんだ。コマンド出てきますよ。攻撃、はい。もうこれは本当に今までのドラゴンクエスト通りで、まあ、もちろんこのバトル中にカメラを回したりもできますんで、はい、これあの草が生い茂ったりするとモンスター隠れちゃったりするんで、ちょっと見やすいように、見やすい場所に引っ張り出すこともできるし、押していくこともできます。へ、うん、あ、本当だ。でこれすげえ押してる。キャラクターの設定で重さみたいのもあるので、うん、あの、重いモンスターでも重さを上げると、お、回心出ましたね。出ましたね。自分のパラメータ、ステータスの重さを上げると、あの、押せることができたり、へー、で後ろにいるね仲間を守ることができた。 その後も順調にモンスターを倒す板倉様。上がりますよ。いや、でもこれで勝てば、あの、音が聞けますよ。そうですね、ふわふわしている。うん、初めのうちは本当にあの戦いを選んでれば自然と勝てると思いますんで、はあ、上がるかな。あ、上がりました。来た、ああ、この音レベルアップです。やった。ちょっとお時間となりますので。
ね。早いんだよな、ね、このクラブは楽しいんだけど早いんですよ。そこだけですよね、ダメなのはこのクラブですよ。インテル入ってる次世代ゲーミングパソコン、ゲームが圧倒的に綺麗で速い、エイリアンウェア極めろ仮想ゲームクラブ外伝。ようこそ仮想ゲームクラブへ。羊のルートです。来ちゃうんだよね、思わずもね、来ちゃってんのよ。本日はもう一人このゲームクラブに入会した方が来ております。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、どうもどうもどうも、漢字秋でございます。当クラブはプレイヤーの実力を最大限に引き出す宇宙最強のゲーミングパソコン、エイリアンウェアでゲームをしていただく場所。そして今回板倉様とキャン様が挑戦するゲームは大人気 RPG ドラゴンクエスト10。ではですね、早速、はい、前回オフライン板倉さんに遊んでいただきまして、うんうん、いよいよ今日はオンラインの世界にお二方に入っていただきたいな。行きましょう。はい、大丈夫ですか。はい、でまずはそのある種族の体を借りて物語をオンラインで進めていくことになるんですが、キャラクターをまずは作っていただくところから始めたいなと思います。はい、ここがいわゆるその自分の人間としての姿から新しい種族 の姿を借りるところですね。あ、はい、どの種族を選ぶかで、はい、その強さとか見た目だけじゃないんですよ、はい、ここはさっきの一番最初の姿勢で。なるほど、はい、特性が。そうなんですよ。じゃあ行っちゃいましょうか、はい、ウェディとして生まれ変わりましょう、はい、おお、これもあれですよ、キャラクターデザインは鳥山先生、鳥山明先生の全キャラクターですか。はいはい、でもちょっと走り方チャラいですね。そう、ちょっとチャラい。あのこれモーションのコンセプトがチャラ男っていうコンセプトなんですか。はいはい、ウェディはそうなんですよ。うわ、チャラいわ。なんか漫画みたいな。チャラいわ。チャラ懸念ですね。何も考えてないこの眉毛。わ。一方、キャン様はもうね、可愛いんですよ。これ耳とか選べるんですよ、こういう耳のね。ね、タイプが耳もそう、長いのと短いの。ほら、可愛い。本当だ。私はね、気持ち悪い。ちょっと他にも水が多いんですよ。ここでは大きさや肌の色など7項目でキャラメイク、最後に職業を決められるんです。はい、じゃあ戦士にしときましょうかね。はい、はいはい、やっぱイケメンですからね。はい、ということで、おお、今ここからっていう誰とも触れ合ってないぞまだ。早いんだよ。噂にはできたんですけど本当早いですね。そう、早いんですよこの店。インテル入ってる次世代ゲーミングパソコン、ゲームが圧倒的に綺麗で速い、エイリアンウェア極めろ仮想ゲームクラブ外伝。仮想ゲームクラブ執事のルートです。来ちゃった。やったよまた。ほら、いらっしゃいませ。俺だけじゃないんだから。奇遇ですね。奇遇ですね。本日はですね、うん、当クラブで月に1回開催されますイベントの日でございます。分かってますよ。うん、ドラクエでしょ。はい、ドラクエ10でしょうよ。当クラブはプレイヤーの実力を最大限に引き出す宇宙最強のゲーミングパソコン、エイリアンウェアでゲームをしていただく場所。今回は本日深夜放送のドラゴンクエスト10オンライン大冒険の様子を少しだけお見せします。もうみんなちっちゃいキャラクター選びすぎて逆に俺が浮くっていう。保護者ですね。遊ばしてる感じですよ、公園で。扉のところにカーソルが出るので決定してもらえる。はい、そろった思いましたね。結構強い、出来が強いの出ましたね。やばいじゃないですか。行きますよ。行きますね。パドルしました。はい、はい、うわー、わー、やばい、どうしようどうしよう、来た、やばい、やばい、冬を疲れた、動けないでしょ。はい、見とれましたね。いいですね。おしゃれ度が高いとこうやってモンスターが見とれたりすることもあるんですよ。4人は連携して次々とモンスターを倒していきます。結構あのバトルのエフェクト綺麗じゃないですか、ね、すごいキラキラしてて、なんか魔法を使うとそれもまたエフェクトが派手だから魔法すごい使いたくなりますね。やっぱこれ魔法使い、魔法使い志望増えそうですね。まあ派手なのにね。いきますか、いよいよ。いよいよですか、ラスボス。はい、はい、ボスが待ってますから。
ボスはとはいえ今までのその、ね、小さいモンスターはね比較的楽だったんですけど、ボスはなかなかそういかないものたくさんいるので、あこれはやばいかもしれない。ボスやばいね。いやちょっと行きますか。格段に格段に強いですよこれ、ね、どうしよう。あ笑った、やったセンスありますね果たしてボスを倒すことはできるのでしょうか。お見逃しなく。ヨースピーの土地口とあれないなと思ったんですよ。嘘です、嘘ですよね。インテル入ってる次世代ゲーミングパソコン、ゲームが圧倒的に綺麗で速い。エイリアンウェア、インテル Core i7 プロセッサー搭載のエイリアンウェアの提供でお送りしました。